ちゃんこ1000は5000円。1日じゃないですけどね。1日じゃないですよ、5000円っていうのは。1日2000円か、そんぐらいだったんで。それで分かんじゃん。1日5000円じゃなくて、1日2000円とか言ったら。そうそうそう。なんか稽古さんが一番良くないじゃん。3日で5000円ぐらい。あ、そうそうです。だから1人だって、だいたい1人当たり。20人ぐらいいたの。そうですね、20人近くいて、だから1人当たりだいたい250円の、なんか、まあご飯ってことですよね。みんなこんなもやしだから業務用スーパー行ったらもやし何キロとか買うんですよそんなんじゃ強くなれねえっていう話になって、いやだから俺が言うのはそこなんだよ、はい、そのやっぱいろんな部屋でさ、はい、じゃあてめえねそんなだって高級住宅地に住んでてだよね、それで若い人に250円のもやし食わせてたらそれは怒るだろう、それは俺だって、はい、2000円はないよな。まあそうっすね。だからいやだからちゃんと下飯食わさないと、はい、その強くなれないのよ、はい、